皆さんこんにちは。エグゾプライマルディレクターの平岡です。本日は7月14日発売予定のエグゾプライマルのウォークスルー映像をご覧いただきます。ゲームの冒頭部分から基本的なゲームサイクルを皆さんと一緒に見ながら説明していきたいと思います。はい、まずはオープニングですね。Hello, viewers. I am Ivy the Android, and here is the latest news. This is footage of last week's major dinosaur outbreak. As you can see, an exofighter unit was on the scene to stop the raptor swarms.アイビウス社のニュースや恐竜予報、これから流れるエグゾスーツの紹介映像で、エグゾプライマルの世界がどのような状況になっているのかが分かるようになっています。今の映像にあったようにエグゾファイターは君だというのを見て、プレイヤーはそのエグゾファイターの希望者としてアイビウス社の面接に来たという感じですね。はい、でここからプレイヤーの分身となるキャラメイクを行っていきます。はい、プリセットとかいろいろと用意されているので、まあ、こういうところから選んでもいいですし、あとはそうですね、顔種類がたくさんあったり、目の色変えられたりとか、髪の毛も変えられたりとか、まあ、ひげつけられたりとか、化粧つけたりとか、まあ、いろいろと、設定できるところはあるんですけれども、まあ、本日はプリセットのキャラクターでいこうかなと思います。ちょっとスーツカラーだけ、はい、変えていこうと思います。今設定したキャラっていうのはこういうようにカットシーンですねに登場してきます。私はリヴァイアさん、人工知能です。このウォッチャーという移動端末によってあなたの安全とパフォーマンスを見守っています。ここではエグゾファイターの適正試験という流れで本操作のチュートリアルがあります。視点をウォッチャーに向けて動かしてください。次はこちらです。前方の指定地点へ進んでください。これより訓練用の恐竜を使った戦闘試験に移ります。まずはデッドアイからです。訓練用のラプトルを配置します。射撃でラプトルを倒してください。ライフルグレネードでラプトルを倒してください。ミッション中フィールドにクラフトチップが発生することがあります。スーツをロードブロックに変更してください。ディスンゲージ。ロードブロックは盾で味方を守るタグです。通常攻撃でラプトルを倒してください。挑発してラプトルの注意を引いてください。バリスティックウォールでラプトルの攻撃を防いでください。シールドブラストで正面にいるラプトルを跳ね返してください。ロードブロックの試験を終了。スーツをウィッチドクターに変更してください。 You got it, pal. ウィッチドクターは味方を支援するヒーラーです。ウィッチドクターの通常攻撃には恐竜を麻痺させる効果があります。リペアゾーンで全ての味方を回復してください。
使用してカルノタウルスを召喚してください。カルノタウルスで全ての訓練のダミー数値を破壊してください。試験結果をお伝えします。面接室へ戻ってください。Well done. Calculating aptitude test result. Result: exemplary. Congratulations. You are now a member of the Ibius family. As a new exo-fighter, Ibius will be assigning you to an extremely safe detachment. Patrol unit number 52585, codename the Hammerheads.適正試験に合格し、ハンマーヘッズという部隊に配属されるようですね。ちょっと時間が経過した2043年、ハンマーヘッズ部隊はビクトア島周辺の哨戒任務についていました。チーフと呼ばれているハンマーヘッズのリーダー的存在、ロレンツォですね。メカニックでもあります。Absolutely not. What's the matter, Ace? Circling Leviathan day and night boring you? No. エンジニアのアルダーズです。事故で右腕を失い、義肢となっています。If that doesn't make for a great technician, I don't know what does. Patrol. Patrol what? Nothing has come on or off this island in 3 years. プレイヤーと同じエグロスーツのパイロットであるマジェスティです。ちょっと怖いですね。Don't think of it as a demotion. Think of it as a... Well, Leviathan's right there. You think it can see us? Attention crew. Vortex warning from Ibius. このキュートなアンドロイドはサンディです。Vortex hazard level 5. Tell you what. Heads, we'll go check it out. Tails, not our problem.Not our problem. Oh, fucking blasted! Chief? Sandy, out of curiosity, where is that vortex? There. 突然のアクシデントに巻き込まれてしまう主人公。Get that thing out of here! Move your ass.負傷したマジェスティの代わりに主人公がエグゾスーツに乗り込みます。着陸したのはとある事件以降封鎖されたビヒトワ島。そこで主人公はリヴァイアさんに出会います。 Your AI guide. Welcome to Bikitoa Island. Under my supervisionIBIUS conducts its most important research at this facility.
wonderful news. You have been granted permission to participate in ongoing IVIUS research and development. I will allow your survival if you demonstrate outstanding combat capabilities. Remember, enthusiastic participation is mandatory. As an IVIUS employee, your compliance is our expectation. なんとか無事着陸できたと思ったら、リヴァイアさんからの突如の業務命令。Initiating dimensional integration.Research subject, exo-fighters. Transferring subject to new wargame phase. 次元統合によって飛ばされた先は、なんと2040年。Welcome to my research facility. そんな突然続きの中、エグゾプライマルの物語がスタートします。2040年のビクター島を探索していると恐竜災害が発生してしまいます。さすがに数が多すぎて避難していますね。避難した先で出会ったのは先輩エグゾファイターのマグラムです。本作の重要人物になります。Another newbie. Standing there like you never shot a dinosaur before. Ah. All right, rookie. I'm gonna show you the ropes. はい、ここから、初めてのバトルになっていくんですけれども、初めてのバトルは、ディノサバイバルのチュートリアルです。マグナムと一緒に、ミッションを進めていくことになります。エグゾファイターはウォッチャーについてきてください。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ラプトルを召喚します。ラプトルとの戦闘を開始してください。ラプトルに囲まれないよう注意してください。Listen up, hard case. It's either kill or be killed out here. Don't want to end up dino chow, do ya? Hey, still breathing. Not bad. Exo Fighter は次の目標地点へ進んでください。はい、ディノサバイバル中にですね、困った時とか迷った時とかは、今説明してくれるようなヘルプナビっていうのがすごく便利になっています。方向パッドの右ですね、長押しすると、このように今自分が何をしなければならないのかっていうところが表示されますので、困った時はヘルプナビ、方向パッドの右ですね、使ってみてください。あとは今自分が操作しているスーツですね、今はデッドアイですけれども、デッドアイって何ができるんだろうというところがわからない場合は、方向パッド下で今装着しているスーツの使えるスキルですとかというところが全部書いてありますので、こちらも困った時は使ってみてください。プテラノドンを召喚します。プテラノドンとの戦闘を開始してください。
Ah, pteranodons. Keep your eyes on the sky. Those dickheads have done Zephyri. Go over there and give them a recall. Got you back. Nicely done. Remember, if you see an ally down, go help them. トリケラトプスを召喚します。トリケラトプスとの戦闘を開始してください。 Now that's a big one. If you don't want another hole, then don't get in front of that thing. Play it safe. All right, roadblock. Stop it in its tracks. Good. Now hit him with your overdrive. サブミッションを完了。目標を達成しました。行動分析、あなたたちは非常に優秀です。難易度が適正ではないため、脅威対象をグレードアップします。ティラノサウルスを召喚します。ティラノサウルス、最後はリヴァイアさんからの無茶ぶりでティラノサウルスと戦うことになります。マグナムも無理だろうと言ってますね。なんとかティラノサウルスから逃れられたようですね。こういったイベント戦闘がゲームの進行度によってディノサバイバル中に発生することがあります。マグナムからいろいろと情報をもらいつつ、戦闘を終え無事2043年の世界に帰還した主人公、なぜ過去に遡ることになったのか、そしてなぜ2040年なのか、まだまだ物語は謎だらけです。ゲームが進行するごとに少しずつ明かされていくストーリー。ここから先は実際にプレイしてからのお楽しみに。続いては今までお見せできていなかったエグゾプライマルの基本的なゲームサイクルや成長要素などをお見せしていきます。バトルテスト完了。あなたたちは勝利しました。私はあなたたちに可能性を感じています。次回のバトルテストまで十分に体を休めてください。良い睡眠を。おやすみなさい。1回目のディノサバイバルが終わりました。今回のウォーゲームの最も優秀なファイターの皆さんです。こういったような表彰される画面がまず出ます。今回僕はダメージディーラーですね、大型強でたくさんダメージ与えましたというところで褒められています。はい、ディノサバイバルをプレイしますと、今画面にあるように、経験値、さまざまな経験値がまず手に入ります。経験値が手に入ると、こちらにあるプレイヤーレベルですとか、あとは、サバイバルパスのレベルが上がっていきます。もちろん勝利するとボーナスがかかったりとかします。はい、経験値と、あとはこちらのお金ですね、ビッグコインというお金が手に入ります。はい、プレイヤーレベルが上がりましたので、ウォーチェストというアイテムを獲得しました。はい、プレイヤーレベル以外にもですね、スーツレベルというものが上がっていきます。使ったスーツですね、今回デッドアイを使ってましたので、使ったスーツに経験値が入っていって、スーツのレベルも上がっていくという感じです。スーツのレベルが上がっていくと、モジュールですとか、あとはコスメアイテムとかいうものが手に入っていきます。Can I be of assistance? I just need a circuit jump here. Oh.今のようにディノサバイバルをプレイしているとカットシーンが流れたりすることがあります。このようにディノサバイバルをプレイしていくとストーリーが進行していく作りになっています。はい、続いてまたディノサバイバルプレイしていこうと思います。2回目のディノサバイバルが終わりました。
はい、でこのロストデータというものなんですけれども、ディノサバイバルをプレイするとどんどん溜まっていくロストデータ、ストーリーの謎を紐解いていくためのアイテムになります。こちらあのディノサバイバル勝っても負けてもどんどん手に入っていくものになっています。はい、そうですね、ロストデータ手に入ると、そのロストデータを確認するものが分析マップになっています。こちらから、まあ、ホーム画面のトップからボタンを押して分析マップ飛ぶこともできますし、このメインメニューの、まあ、データベースですね、データベースのところから分析マップを選ぶことで入ることができます。はい、こちらの画面が、分析マップというものになっています。こちらの、まあ、いろんなところの、まあ、押せるボタンみたいのがあるんですけれども、こちら一つ一つが謎とかになってますね。ストーリー上の謎ですね。ビキトア事件って何なのとか、はい、あとはこちらウォーゲームって何なのとか、なぜ恐竜が出現するんですかとかいうところとかが、まあ、ストーリーの謎になっています。その謎になっている部分っていうところを読んだりとか聞いたりとか見ていくことによって、ストーリーの謎が紐解かれていくというものになっています。最終的には、まあ、どうやったら脱出することができるのかというところを、ロストデータを集めてハンマーヘッズの、仲間たちとその謎を解いていくという感じですね。まあ、実際に1個見てみましょうか。Alrighty, I think we've got our first step to making sense of this cluster flip. Navigander, this was shot from the carrier's nose camera as we were crashing. This is the first glimpse of Bikotoa anyone's had in 3 long years. The place is shattered. I can't see a single light on it. ロストデータは主人公たちのいる2043年の情報だけでなく、ウォーゲームが行われている2040年で得られた情報など様々なものがあります。You can get all kinds of info, even from a simple image like this.Even this limited data has yielded preliminary results. Still, the real gold mine is 2040, not this pile of overgrown ruins. We'll pull data straight from the source. Okay, let me grab Madge and the chief and we'll see where we stand. はい、今一つ、ロストデータっていうものを見たことによってですね、こちらのビキトア事件とはというところについての謎が一つ更新されました。今の謎はロストデータ一つで更新されたんですけど、謎によっては複数のロストデータを集めてようやく解明されるものもあります。サンディ・ロフ、ビア・ディア・ラン・オープン・ザ・ファイル・オン・ザ・ビキトア・インシデント？ Certainly. The year was 2040.この分析マップなんですけれども、マッチングしている間ですね、マッチングのマッチ時間とかにも確認することができたりするので、あとはまあそうですね、なのでそういうところの時間とかで見てもらったりですとか、あとはちょっと一息ついて、まあ、ゆっくりするときとかに、あの話どうなってるんだろう、この謎って何なんだろうっていうところとかを、ロストデータ、溜まっているロストデータ見ようみたいな感じで楽しめるものになっています。3回目のディノサバイバルが終わりました。はい、プレイヤーレベルがまた上がったので、今回ウォーチェストをもらうことができました。この後開けたいと思います。はい、デッドアイのスーツレベルも上がりましたね。ビッグコインもらいました。ウォーチェストを、2つ今現在持っているので、ウォーチェスト開けていこうと思います。ウォーチェストはホーム画面から開けることができます。はい、ウォーチェストなんですけれども、中に3つコスメアイテムですね、スーツスキンですとか武器スキン、あとはエモートとか、そういったような見た目をカスタマイズするようなものがウォーチェストの中には入っております。早速開けていこうと思います。はい、サンディがですね、カードみたいなものを出してこれが当たりましたというものを見せてくれました。もう一回開けます。はい、今回はこのようなものが入手できました。4回目のディノサバイバルが終わりました。デッドアイ専用のモジュールですね、はい、ヒートアップというものを獲得しました。はい、では先ほど獲得した、モジュールの方を、つけていきたいと思います。
モジュールは各スーツですね、各スーツに3つまで装着することができます。スロットが1、2、3って3つありますね。でこちらにモジュールを1つずつセットすることができます。で先ほどですね、レベル、スーツレベルを上げることによって獲得できたのがこちらの、ヒートアップ、あとはプレイヤーレベルを、上げることで獲得できたのがこちらの感知、危機感知モジュールというものになっています。で各レベルですねが上がったらそれをすぐ獲得というわけではなくて、そちらをアンロックするためにビッグコインというものを支払っていくことになります。じゃあまず今選択している危機感知モジュールですね、こちら体力が減ってくると移動速度を上げることで戦闘からすぐ逃げることができるようになると、そういう便利なモジュールになっています。はい、こちらビッグコインを支払うとアンロックすることができて、はい、こちらにアンロックされたものがあります。でこちら装着するためには、スロット選択している状態で装備するというところで、つけることができます。で今、こちらの画面ですね、モジュールのところに関してレベル1って書いてあるのが分かると思うんですけれども、モジュールはレベルがありまして、こちらの方のレベルっていうのも、ビッグコインを使うことでレベルアップすることができます。はい、レベルを上げることによってもちろん性能っていうのが上がっていくことになります。危機感知モジュールの場合は体力が最初は 20% 下回ると発動するというのなんですけど、こちらが 25% っていうような、だんだんとその発動条件というのが緩やかに発動しやすくなってくるというものになっています。モジュールなんですけれども、この3つのスロットにどれでもモジュールをつけられるかといったらそういうものではなくてですね、こちらの灰色のベースモジュールっていうんですけれども、灰色のモジュールに関してはどのスロットにもつけることが可能になっています。はい、もちろん同じものはつけられないですね。スロット1にはこちらのスーツモジュール、スーツ専用のモジュールというものがつけられるようになっています。スロット2にも、専用スロット2にしかつけられないモジュールというものが存在していて、スロット3にもスロット3にしかつけられないモジュールというものが、存在しているという感じになります。こういった専用のモジュール、スーツ専用のモジュールですとか、あとは汎用のモジュールっていうものをレベルアップしてお金使って開放して、またそれを強化して、じゃあどういう構成を使ってビルドを組み立てていくのかっていうのをスーツごとですねに組み立てることができるようになっております。はい、ではちょっと進行度を進めた、いくつかゲームをプレイしたアカウントに切り替えて、説明していこうかなと思います。はい、モジュールですね、ゲームを進めていくといろんなモジュールが開放されたりとか、するようになってくると思います。で今回はちょっと分かりやすいモジュール構成を選んでいこうかなと思ってます。まずは、ですね、耐久性強化モジュールですね。こちら体力50増加する。単純に体力が50増えるので倒されづらくなるというモジュールをつけて、でスロット2には、スーツ専用のものですね。アクションモジュールアルファってやつなんですけれども、これ、スキンの性能を変化させるものですね。ショットグレネードというモジュールをつけたいと思います。ライフルグレネードの性能が変化するモジュールになってます。弾がほぼ落下しなくなって、弾速がさらに速くなると。いうものですね。さらにそれによって直撃させた時のダメージが増加するというようなモジュールになってます。これつけていこうと思います。はい、でスロット3ですが、こちらの方は、こちらもあれですね、スーツ専用のモジュールになってますが、シュータードッジというものをつけていきたいと思います。ダイブドッジですね、ダイブドッジの性能を変化させるモジュールになっています。こちら、使用した瞬間にですね、ダイブドッジ使用した瞬間に武器が自動的にリロードされるという継戦能力が上がるモジュールになっています。はい、ちょっと分かりやすさを兼ねてこちらの方をつけていきたいと思います。エグゾスーツですね、こちらの方で、スーツスキンとかエグゾスーツの見た目とかをカスタマイズすることができます。はい、今はこれオリジナルのスキンですね、オリジナルのスキンなんですけど、こちらをパープルに、はい、ちょっと色変えていこうかなと思います。でさらにウェポンスキンですね、武器スキンの方も、所持していますので、こちらデフォルトですが、こちらホワイト、白い武器に変えていこうと思います。あとはデカールですね、スーツの、3箇所ですね、スーツに各スーツ3箇所にデカール貼ることができるんですけれども、今回分かりやすいところ
ですね。にワンスターって貼っていきましょう。あとはちょっと分かりやすいところにちょっと心貼ってくださいね。心貼っていきましょう。はい、あとはチャームですね、スーツにつけることができるアクセサリーみたいなものですね、はい、こちらの方ハンバーガー持っているのでハンバーガーつけていこうと思います。はい、さらに、コミュニケーションホイールですね、スタンプとエモートっていうのを、ディノサバイバル中ゲーム中ですねに、使って味方とコミュニケーションを取ることができるんですけど、そちらの方も、カスタマイズすることができますのでしていこうと思いますですね。はい、じゃあちょっと一杯やるぞというものがあるのでこれを、はい、こちらの方につけたりとか、あとは攻撃しましょうっていうものをつけたりとか、適当につけていこうと思います。はい、さらに、エモートですね、エモート踊ったりとかいろんなエモートがあるんですけれども、こちらの方もつけていこうかなと思います。はい、今ちょっといじったモジュールですとか、スーツスキンとか、あとコミュニケーションホイールについて、これからちょっと訓練場の方に行って、試していこうかなと思います。はい、それでは、訓練所に来たので先ほどのモジュールなど確認していきたいと思います。はい、まず最初にですね、一番分かりやすいのがですね、画面の左下にある体力なんですけれども、先ほど体力が上がるモジュールをつけておりました。通常のデッドアイですと体力500なんですけれども、こちらが、50上がって550というふうになっております。はい、で次ですね、次に、ライフルグレネードに関する、モジュールをつけました。ライフルグレネードはですね、通常は山なりの挙動になっているんですけれども、モジュールをつけることによってこのような直線挙動に、はい、直線の軌道になります。はい、さらに直撃させるとダメージが大きくなるというような感じになります。でさらにですね、もう一個、ダイブドッジに関するモジュールをつけていました。ダイブドッジを行うと、自動的にリロードを行ってくれるという感じですね。画面の右下に今、残弾数4になっているんですけども、こちら、ダイブドッジをすることによって、最大数の40まで、リロードすることになりました。はい、この、モジュールをつけることによってですね、通常ですと戦いつつ、したら今みたいにリロードが発生するんですけれども、弾が少なくなってきたタイミングでリロードすることによって、モーマを戦いながら経験能力を保ちつつ戦うことができるようなモジュールになっております。はい、で、あとは、スーツスキンなどのですね、見た目のカスタマイズですね、見た目のカスタマイズも先ほど、設定した紫色の、スーツになってます。頭にはデカールついていたりとか、先ほどの肩にもデカールつけたりとか、まあ、こういったものが設定されたものになっています。あとは武器ですね、武器も白い武器になっています。背中にもちゃんとチャームついてますね。はい、さらに、コミュニケーションホイールですね、先ほど設定したコミュニケーションホイールもこのように使用することができます。はい、エモートもできますね。こういった、スーツスキンとか武器スキンとかですね、あとは、エモートとかも、基本的にはウォーチェストから出るものになっておりますので、レアなものが出てきたらですね、ぜひセットして友達に自慢したりとか、対戦相手に自慢したりとかするといいと思います。本日紹介できるのはここまでになります。エグゾプライマルの冒頭からプレイの様子を紹介させていただきました。エグゾプライマルでは大量に押し寄せる恐竜やスーツの多彩なアクションに加え、ストーリーやカットシーン、さらにプレイヤーの成長要素、コスメアイテムなど様々な要素を用意しております。またオープンベータテストでの皆様からのフィードバックを踏まえ、プレイヤーが操作するエグゾスーツとの直接的な戦闘が発生せず、ミッションのクリア速度で勝敗を競い合うルールを製品版では遊べるようになる予定です。発売まであと少しとなりました。7月14日発売予定のオンライン専用チーム対戦型マッシブアクションエグゾプライマルをお楽しみに。それではウォーゲームでお会いしましょう。レッツマッシブ。